どうも、りょうへいでーす。お願いしまーす。はい、本日も安定のモンタンスポンサーに来させていただいております。いつもありがとうございます。本日なんですけども、アシックスの季節限定グローブ、季節でいいのかなっていうのが入ったので、ご紹介させていただければと思います。それが、はい、こちらー色彩ポケットにも、色彩と、はい。ています。こちらアシックスの色彩グローブ。なんかホームページ見た感じなんですけども、まあ、色の色を使った季節限定ごとに、季節ごとに出されるグローブとなっています。型の特徴としてはポケット深めで、ちょっとこっちにも広めかな。若干広めで逆閉じになっていて、こっちでも使えるようなグローブとなっています。ロイヤルブルーにイエローのステッチと玉はみ襟側なっています。ステッチもイエローのグローブですね。正直染色されちゃってるんで、革質求める方には正直向かないかもしれないです。アシックスでいうとゴールドステージミットか、そういった革質では正直ないんですけれども、こんなのでグローブ内容守ってたらすごいおしゃれだなっていうのがありますね。ラベルがおしゃれ。日本って四季がある国じゃないですか。なかなか珍しいですよ、四季がある国なんて。日本を表すようなラベルとなっています。いやー、いいなこれ。裏側も青色ですね。多分同じ革使ってるのかな。革質、まあ、さっきあれとは言いましたけど、ちゃんとポケット張りもあるので、普通に草野球とかで使う分には全然、その革質にこだわらないよっていう方だったら、全然むしろ上のランクの革質にはなるかなっていう感じですね。ちょっと大きめだな。サードショートとか向いてるかもしれないです。ショートのちょっと大きめを使いたい人とか、サード守ってる方なんかはいいかなっていうような大きさをしています。で、こちらモンタナさんに入ったの青色だけじゃないんですよ。それが、はい、今度は白とディーレッド、まあ、エンジみたいな色ですね。ちゃんと中にも色彩とこちらも入っています。いやーね、これはこれですごい目立つな。プロ野球選手のトレーニングだから、あれか、キャンプ時とか自主トレとかで練習とかで使うようなカラーリングのグローブだなっていう。で、こっちもちゃんと色が入ったグローブとなっていて、まあ、型は一緒ですね。やっぱりちょっと大きめ、深め、広め、逆巻きになっているので、全く型自体は一緒かなと思います。うん、なんかこっちの白い方がなぜか革質いい感じしますね。油分が入ったような革質をしていて、まあ、背面はちょっとキュッキュッていったような感じなんですけど、ポケットはさっきの青いグローブよりかも、もしかしたらいいかもしれないです。アシックスさんのこの玉はみのウィルソンさんで言うとデュアルみたいになってる、このちょっとすいません、今は表記名忘れちゃったんですけれども、これがね、より色の違いを分からせてくれるっていうか、だからやっぱ2本どうしても入ってるので、そういったところでさらに区別化できやすいっていうのはすごい、めちゃくちゃ、まあ、守ってても入るし、かなりいいっすねこれ本当に。こちらなんですけれども、両方ともお値段が22,000円となっています。お手頃ですよね。派手なグローブを使いたい、なおかつ安めにグローブを買いたいっていう方なんかはかなりおすすめのグローブとなっています。これもそうだな、結構この手の中の部分ですねが大きめなので、結構手大きい方でも使いやすいグローブかなっていう感じがします。で、ちょっとこの撮影前に、モンタナの僕のいつもグローブをメンテナンスしてくれる方とお話ししてた、まあ触りながらお話ししてたんですけど、これ小弓にしてもいいなっていう話をしてましたね。やっぱ広くて深い分、まあ、ただしっかりと取れるグローブなんですけれども、だったら深いんだったらちょっと重心下げて、でも広いから大丈夫みたいな使い方もできるような、だから小弓でも全然いいのかなっていう。もともとね、手袋が広いので、まあ、そういった点、逆に手小さい人なんかは小弓にして、少し窮屈めにしてしっかりと掴むっていうような使い方をしても全然大丈夫だな、むしろいいんじゃないかなっていうようなイメージは受けましたね。僕ちょっとこの前ゼビオとか量販店の方に、行って、その時に売ってましたね、やっぱ色彩のグローブ。その時は内野用だけじゃなく、確か外野用とかもあったので、まあ、そのポジションに合わせたグローブもあったりとか、まあ、逆に言うとちょっとモンタンさん、遠くて来れないよっていう方なんかは量販店なんかでも売ってるような感じのグローブになるので、すごい買いやすいグローブ、手に入りやすいグローブなのかなっていうような感じがしますね。うん、これからグランドで見る数増えるんじゃないかなって思います。そうですね、どっちもいい色、どっちもいい色なんですけど、結構僕青好きなので、もし僕が買うんだったらこっち買うかなっていう感じがしますね。で、ちょっと思った、今はめ直して思ったんですけど、内側の多分同じ革使ってるってさっきお話ししたんですけど、クッション目があるって言ったらいいのかな、
ちょっと厚みがあるような感じの裏革してますね。革自体に弾力厚みがあるっていったような、ちょっと青いグローブでさらに実感することができたんですけど、っていうのはあるので、まあそこはちょっと解体、まあもしかしたらグローブ個体ごとによって違うかもしれないんですけれども、量販店とかにも売ってるので、はめやすいグローブではあるので確認して購入してみるのもいいのかなと思いました。ということで、まあ僕は青の方が好きって言ったんですけども、皆さんどっちの色は好みでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。皆さんお願いします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.